このアプリゲームももう飽きたな。やり尽くした、というよりかはなんか肌に合わなくなっちまった。とりあえずアンストしておくか。ポチッと。あ、手が滑った。マリサ、大丈夫？ああ、チャラヘッチャラさ、見てな。反転術式。すげえ。でもこれなら大丈夫だね。よかったよかった。なんだ？アナゴさんが目の前に。私は後ろだよ、霊夢。何が起きたんだ？教えてやろう。私の術式を発動した。その名もブギウギ。術式の範囲内にある一定以上の呪力を持ったものの場所を入れ替えることができる。あ、アナゴさんって呪力持ってるのね。アナゴさんクラスになるともはや呪霊だ。アディオスアミーゴ。ほらな。まあ、そうだな。それともう一つ、お前に見せたいものがある。え？何ですかそれは？さあ、始めようか。ちょ、なんで近づいてくるんだよ。そりゃあ、お前。近距離からじゃないと殴れないだろう。はぁー。刻、点、あなー。というわけで今日は、リリース直前となる、呪術廻戦ファントムパレードのリリース前情報を紹介させていただきます。すでに公開されている情報ですが、改めて紹介させていただきます。では、ご覧ください。呪術廻戦ファントムパレード。そもそも皆さんは呪術廻戦をご存知だろうか。呪術廻戦は芥見ゲゲ先生による作品となり、週刊少年ジャンプで連載中です。人間の負の感情から生まれる化け物呪霊を呪術を使って払う呪術師の戦いを描いたダークファンタジーバトル漫画となります。主人公は今映っている虎杖悠仁です。あとは伏黒恵や国崎のバラをはじめ、たくさんのキャラクターたちが登場します。あばば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 ば、お前はいい加減に復活しなさい。術式反転、赤。ゲーピー。我復活。だろうな。とりあえず霊夢も復活したから紹介を続けていくぜ。今回の呪術廻戦ファントムパレードは、iPhone や Android などのスマホゲームとなる。ふむふむ。このゲームはテレビアニメを再現したメインストーリー追体験で、テレビアニメ第1期の受胎体験編から、機種雷動編のゲームならではの演出やスキルイラスト、ライブ 2D で体験できるんだ。つまりアニメや漫画を知らなくても呪術廻戦を知ることができるのね。その通りだ。超お得ってやつだな。そしてこれらのストーリーをクリアすると、今回のゲームオリジナルとなる、福岡文庫編がプレイできるようになるらしい。福岡文庫編？めっちゃ面白そうじゃん。てかそうなるとやっぱりオリジナルキャラクターがいるんだよな。うむ。今のところ発表されているキャラはこの3人。左から、林道咲、結城海斗、凪野健介、となっております。ちょっと待って、女の子おるやん。しかもヤンキーやん。この子絶対にオタクに優しいヤンキーに決まっている。勝手に決めつけるな。さあ続きを話していこう。おう。追体験ストーリー、ゲームオリジナルストーリーと紹介したが、実はサイドストーリーなんてものもあるらしいんだ。おう、サイドストーリーとな。そうだ。おそらくアニメや漫画で書かれなかったキャラクターたちの日常なんかが垣間見えるのではないだろうか。なるほどな。続けては、ゲームの戦闘シーンについて紹介させていただくぜ。今回、このファントムパレードでの戦闘は、ターン制のコマンドバトルとなってるんだ。ターン制？コマンドバトル？一体どういう感じ？落ち着きたまえ。ちゃんと説明してやるぜ。こちらがバトル画面となります。ふむふむ。基本は4人構成での戦闘になるんだな。そうだな。基本的に戦闘は体力に加えて呪力や必殺ゲージなどを考慮する必要があるぜ。呪力や必殺ゲージ？何それ？まあそうなるよな。なので次はこれを見てくれ。こちらは主人公こと虎杖悠仁くんのコマンド選択画面になる。剣打は呪力消費なしで出せる技で、その他2つの救う覚悟や連続剣打は、それぞれ10や20などの呪力を消費することになる。これは簡単だから理解できたぜ。まあここまでは序の口だな。なん？だと？耳をかっぽじってよーく聞きな。バトルのポイントとして3つあるんだ。1、必殺スキル。2、連携必殺。3、回想斬死。なるほど。詳しく教えてください。最初からそのつもりだから安心したまえ。まずは必殺スキルだ。必殺スキルは、必殺ゲージが溜まるとこの画面のように必殺技の選択ができるようになる。それぞれキャラクターによって必殺技が異なったり、変化したりするからそれを楽しんでほしいぜ。うん？必殺技はタイミングによって変わるの？そうだな。虎杖を例にすると、必殺が軽定剣だったり、極戦だったりするわけだ。ふむふむ。なんだか技も必殺も好みで選択できそうだね。続けては、連携必殺について。
連携必殺？もう響きだけでかっこいいわ。同じターンに複数のキャラクターが必殺スキルを使用すると、それぞれの必殺スキルが発動した後に連携必殺が発動する。連携必殺を発動すると追加でダメージが与えられるだけでなく、スキルに使用する呪力が回復するなどの追加効果も得られるらしい。そうなると可能な限り連携必殺は発動した方が良さそうね。今のところは特に発表はないが、組み合わせによって効果やバフなんかも変わってくると思うぞ。まあ、あとは連携必殺のデメリットも何かしらあるはずなので、それを考慮して戦闘しないとな。ある意味戦略ゲームってわけだな。いいね、とても面白そうだ。そんで最後は階層残滓。この階層残滓にはキャラクターを強化してバトルを有利にする要素がある。ふむふむ、続けたまえ。効果は戦闘中に任意のタイミングで発動でき、階層残滓によってダメージアップや呪力アップ、必殺ゲージの増加など様々な効果が得られる。え、すげえ強いじゃん。どんどん使いまくろうぜ。あ、だけどもこの階層残滓は一度発動すると数ターン使用不可になるから注意な。やっぱり強い要素は連発して使えないわな。バトルについては以上だな。はい先生、質問があります。なんだね霊夢君、あの事象。大丈夫、僕最強だから。でおなじみのかっこいい五条悟はどうなるんですか？ふむ、良い質問だ。では答えよう。五条悟は原作でも最強なので、もちろんゲーム上でも最強として登場します。この画像を見てもらうとわかる通り、他のキャラクターがコマンドスキルで呪力を10から30程度消費するのに対し、五条悟の消費呪力は1となっている。これが無加減呪術の使い手の力か。でもそしたら、もう五条悟だけでよくね？ってなるよね。普通は。なので運営さんもそこはちゃんと考えていて、バトルの後半で用事を思い出しちゃったと言い出し、唐突にバトルから離脱してしまうんだ。マジかよ。そしてその五条悟の代役には伊地知清隆が登場するんだ。よりによって伊地知さん、重たすぎる代役だろうな。いろいろ話をしてきたが、まあこんなところだ。あと気になるのはガシャ演出だな。ああ、ガシャ演出もすでに発表されてるから今から見せてやるぜ。やったぜー。というわけでガシャを2回見てもらいました。イタドリが黒線を出すと SSR 確定みたいだね。ああ、今後もいろんな演出が出るだろうから追っていくし、解説もしていくつもりだぜ。今回の動画はここまでで OK? OK、新情報が発表されたらまた更新しますわ。それじゃあ、終わりにしましょう。皆さん、ファンパレで遊ぼうね。せーの、バイバーイ。